じゃーん。今日もかわいいね。撫でてると目を細めて気持ちよさそうにしてまーす。ちょっとこの間のラパーハウスさんでいつも爪切りをしていただいた後に体重測定をするんですけど、ピンクもココアもすごい体重が減ってたので、やっぱり最近ちょっと食べる量が減っているので少し心配なんですけど、見てる限りでは元気そうなんですけど、ちょこっと心配です。撫でてたら見えるかな。こうやってすぐおでこを撫でてるだけで、今カモむきなので毛が抜けていきます。もう目をトローンとして気持ちよさそうに撫でられてます。ココタンが降りてきました。こんばんは、ココタン。こんばんは。今日はココタンに引っかかれて傷ができました。こと、この2箇所に。はいはい、撫でないとダメだね。なんでかっていうと、ちょっとね、2人ともすごい感冒期がすごくて、こうお尻がねめちゃくちゃ抜けるんですよ。あら、舐めてくれる、ありがとう、優しいね。で、このお尻をグルーミングしてたら、ココタンが怒って暴れて引っかかっちゃったんだよね。すごいピンクを見つめてます。はい、ココタン、ココタン。ココアを撫でるとティンクはめちゃくちゃ拗ねます。今明らかにプイってしましたね。ココアは撫でられるのが苦手やったんですけど、ようやく最近どれぐらいかな、10ヶ月ぐらい一緒に過ごしてようやく撫でさせてくれるようになりました。前はもうこの辺に手を持っていったら問答無用でガブッとされてたんですけど、最近はこうやって撫でさせてくれるのでめちゃくちゃ癒されます。ココアの方が毛の密度とかがすごいので、めちゃくちゃ毛が抜けるので、その分グルーミングも時間がかかっちゃうので、ストレスがココアにもかかっちゃうので、それでちょっと暴れちゃいましたが、だいぶ頑張ってくれるようになりました。ピンクはこう撫でてたらペチャーって顔を床につけるんですけど、ココアはあんまりそういうことはしないですね。でもこうやって長時間撫でさせてくれるの自体が珍しいです。
キンキンくんはこうやって手を持っていったらペロペロって、あ、映らないかな、ペロペロって舐めてくれます。うさちゃんにしては珍しいらしいです。撫でるのをやめたらこうやって見てます。でも撫でようとしたら逃げていきます。ツンデレです、ツンデレです。テンションが高いですね。こんな感じです。今はだいたい朝の9時前と夜の9時前にご飯にしてるので、この時間に私がこの部屋に入ってきたらペレットをもらえると思って2人ともテンション高く近寄ってきてくれます。テンクはいつでも撫でられるのが大好きです。床にぺちゃーんってなって、上から見たらツチノコみたいになって寝てます。上から見たらこんな感じです。このうんちがついちゃった全然ココアは普通の床なのに、ピンクはこんなにトイレがいっぱいなるかというと、ピンクはどこにでもおしっこをあっちこっちにしちゃうので、犬用のレギュラーサイズはこっちなんですけど、それを置いててもあちこちにしちゃうので、犬用の大きいサイズのやつとレギュラーサイズの2個を置いて、ほぼ床に、床自体が見えないようにしてます。どこにおしっこをしてもいいように。なのでピンクのところは床全体がトイレと化しています。ね、ダッチ。ダッチ。ダッチ近い近い近いよ。近いですよ。このなんか丸い背中が哀愁が漂って、私は大好きです。大きさ的に言うとティンちゃんの方がちっちゃいんですけど、ちょうど丸1年ティンちゃんの方がお兄ちゃんです。5月に2歳になりました。でココタン、ココタンは5月に1歳になりました。ココタンはすごい活発なザ男の子っていう感じです。割と綺麗好きで、自分でこう食べてて散らかした床に落ちた牧草とかを今みたいな感じで綺麗に拾って食べてくれます普通の常用で置いてる牧草はケージの中にあるんですけど、おお、ちょっとちょっとケージの中にあるんですけど、またウタッチしてます。ココアはウタッチをよくしますですけど、この器の方はおやつとしてあげてるオーツ兵とか、あとは甘いウィート兵っていう牧草があるんですけど、そちらの
やつをおやつ代わりにちょっと入れて置いています。で、ケージが割と狭いので、それでおやつの器だけこっち側に置いてます。で、リンクは逆にこのロフトみたいなお家のやつが置いてあるので、外付けにして、こっちが常用の牧草なんですけど、結構オーツ兵とかウィート兵って粉々になってて入ってるのが多いので、こっちの牧草入れの方が食べやすそうだったので、昨日の夜から入れるのをこっちに変えました。今は牧草市場さんのプレミアムチモシーやったかな、スーパープレミアムチモシー一番狩りマペットさんのこれを食べてます。こういう感じらしいです。草についてはよくわからないんですけど、このマペットさんの牧草市場のは普通のペットショップとかホームセンターにはなかなか売っていないので、ネットで、おっとっと、ごめんなさい。ネットで購入してます。で、こちらが、オーツ兵になります。こっちですね。トップブリーダーが愛用の新鮮プレミアム牧草って書いてます。で、オーツ兵なんですけど、ちょっとね、この辺を見ていただいたらわかると思うんですけど、結構、細かいクズみたいなのが割と多めなんですよね。この辺はしっかりした牧草なんですけど、この辺が結構粉ばっかりなので、あんまり粉ばっかりだとくしゃみをねしちゃったりするので、こうザルみたいなやつでこうやってふるいにかけて牧草だけを入れたりしてあげてます。で、ピンクは昔から牧草があんまり食べない子やったので、いろんな産地とか1番狩り2番狩り3番狩りで国内外問わず、国内外問わずのいろんなチモシーを購入しています。でも飽き性なのですぐ飽きて、あれ食べるやんと思っててもすぐ食べなくなっちゃいます。で、これがさっき言ってたペレットです。じんじゃーん。よいしょ。もうこの音を聞くだけでココタンは欲しくて欲しくてたまらないっていう感じになります。かいかい、早くしろ早くしろ早くしろで、これスプーンを押しのけてきます。あほら、押しのけるからこんなことになるし、入らへんねんで、こういう感じでもう、待ってられへん、早せーって言ってスプーンを押しのけてがっついてココアは食べてきます。で、これが
振り落とされたペレットなんですけど、全部を食べ終わったら自分で降りてきてちゃんと食べてくれるので、このままいつもは放置してます。ココタンはね、結構霜膨れ感があってすごい可愛いです。あと特徴的なのは白い模様がこう眉毛みたいで、これはココタンの特徴でピンクにはない模様なので、それもまた可愛いです。ピンクとココアは同じコーランドロップっていう種類なんですけど、ブロークンオレンジっていうのがピンちゃん、ピンちゃんがブロークンオレンジ。顔がちょっとつらんね、こういう感じで模様がねちょっと違うんですよね。ブロークンオレンジです。ねぎちゃん、金ちゃんはブロークンオレンジね。ココアはブロークントートっていう模様です。なので模様自体が、模様の種類が違います。で色はグレーに見えるんですけど、ココアはブルーっていう色の名前です。二人とも対照的な感じなんですけど、ペンクの方がこれだったので、正面から映せなくなっちゃいました。で今から夜のお掃除、1日2回のトイレ掃除と、あとは牧草とかの入れ替えをして、うさちゃん部屋は消灯したいと思います。冷房だけは24時間ずっとつけっぱなしにしています。うさぎは暑さには弱いので、うさぎさんを飼っている方は温度調整をしっかりしてあげてください。みっちゃんもバイバイってしてください。みっちゃんみんなにバイバイは、バイバイはしないそうです黙々と食べてます。ということで、あ、出てきた、バイバイしてくれる、ありがとう、バイバイって、あ、出てきたの。嬉しい時はね、こうやって回ります、大興奮さあみんなに見てもらおうね。こういう感じでうさちゃんとの動画ももっと上げてほしいっていうリクエストも以前からいただいていたので、ちょこちょこうさちゃん2人の動画も上げていきたいと思います。気持ちよさそうにしてます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。